皆さんこんにちは、ドリームアーミです。今回、塔の上のラプンツェルの楽曲輝く未来を、歌わせていただくことになりました。私も本当にずっと好きで、いつも楽屋だったりお家だったりでラプンツェルになりきって歌っていた曲だったので、今回歌わせていただけるということで本当にすごく嬉しく思うんですが、レコーディングも皆さんと一緒に踊っているのをイメージして、歌わせていただいたので、ぜひ皆さんも聴いてみてください。今回、ケニー・オルテガさんに、アレンジしていただいた輝く未来を、歌わせていただくことになりました。私も本当に大好きな楽曲を今回歌わせていただけるということで、みんなで踊りながら楽しめるイメージをしながら、歌わせていただいたので、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらなと思います。輝